福岡駐屯地とは、福岡県霞す市山都町後の12に所在し、第4師団司令部等が駐屯する陸上自衛隊の駐屯地である。1950年に警察予備隊の駐屯地として設置されたのが始まりで、主要都市に所在する陸上自衛隊駐屯地の中では、朝鮮半島に一番近い。福岡と南九州方面へ至る幹線交通の結節点であり、 博多港、福岡空港、福岡航空交通管制部、航空交通管理センター、博多駅及び南福岡車両区、博多総合車両所、航空自衛隊西部航空方面隊司令部などの重要施設が集中しており、そのため、駐屯している第4師団の重要性が増しつつある。最寄りの演習場は、小菓子と宮若市にある西山訓練場。駐屯地司令は、 第四師団副師団長が兼務。創立記念行事は、毎年5月に開催している。もともとこの地には、渡辺鉄工所、後の九州飛行機の雑所の熊工場があり、終戦後 GHQ に接収され、賠償指定工場となっていたものが、朝鮮戦争勃発を機に指定解除されたのと同時に、後ろ身の渡辺自動車工業が、福岡県筑紫郡加す町に移転。 警察予備隊の福岡駐屯地が設置されたため、自衛隊の管轄となった。現在でも補給課の倉庫として、当時のままの姿で立っている。警察予備隊保安隊陸上自衛隊、福岡駐屯地。陸上自衛隊第4師団公式 HP2020 年2月20日、閲覧。ABCDE 自衛隊年表防衛庁長官官房候報下、1962年。 ABC30 年の歩み西部方面隊、1985年 AB 九州電力第91期有価証券報告書2015年8月30日閲覧九州電力九州電力40年史、1951から19912015年8月30日閲覧ありがとうございます